カウテレビがお届けします社長室101。今回は佐賀県鳥栖市に来ています。今日お尋ねしている会社は、穀物のですね、販売製造販売をされている会社です。株式会社種商さんとおっしゃいまして、雑穀のですね、品種をですね、取り扱っている品種の数としては200種類以上ということで、日本で最もこの、雑穀のですね、取り扱い品種数が多い会社、そしてそれを日本国内だけでなく世界18カ国に販売されているというですね、会社です。戦後、間もなくできた会社なんですが、3代目の、諸富一馬社長に、今日はこの会社の歴史、また強さの秘密などについて伺いたいと思います。ご紹介いたします。諸富社長です。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。戦後間もなく作られて、はい、今諸富社長で3代目だと伺ってますが、はい、会社の概要、はい、どれくらいの商品をですね、はい、どういうところに何人ぐらいの社員さんでやってらっしゃるのか、はい、年商はいくらぐらいなのか、はい、そのあたり聞かせてください。はい、昭和21年創業でして、久留米市の睦門という地区で創業いたしまして、もともと食料の、はい、小売店、で当時戦後昭和20年に終戦になりましたので、はい、翌年の21年なんで、はい、戦後やっぱり食糧難ということで、はい、お米が皆さん食べられないと、はい、でお米の代用で腹を満たすものということで、芋とか大根とか、でその他穀物 と卵を食べていた、メインに食べたと聞いております。その中で、穀物をメインに卵も販売したらしいんですけども、はい、そういうのをいろいろ集荷して、販売してすごい売れてたっていう話を聞いております。食料品店っていう感じ。そうですね、食料品店からスタートされてますね、はい、特に米、雑穀っていうのが米と穀物がメインだったんですね、はい、そこからどのように変遷してきて今どれくらいの規模になってらっしゃるんでしょうか。今はね、年商23億円ぐらいなんですけども、主に穀物の健康志向の穀物の加工食品を作るようになりまして、全国のスーパー、ドラッグさん、外食産業さん等に販売させていただいております。チャンネルが大きく4つあると伺いました、はい、スーパー、はい、ドラッグストア、はい、それから外食産業、外食産業、4つ目が通信販売、通信販売、はい、テレビショッピング、テレビショッピングとか含めた通信販売ですね、はいはい、年間どれくらいの穀物の量を取り扱っておられるんですか。約2万トンぐらい取り扱っております。なるほど。その中でも特に種商さんはその業界の中でも取り扱い品種の数が随一だというふうに伺いました。はいはい、取り扱い品種が約200種類ぐらいございまして、一応日本一の数というふうに考えております。それだけこう品種に詳しいということなんですか、ね、そうですね、もともと発祥が雑穀の原料のところからスタートしてますんで、穀物の特徴とか生産環境であるとか、年の出来不出来とかよく理解してるんで、いろんな穀物を取り扱えるようになりまして、その200種類というのはですね、はい、やっぱり似たような特性のものとか味のものとかですね、はい、ものもあると思うんですけど、これ200種類をこう使い分けるというかですね、そうですね、混ぜてレシピとして使うんですか。そうですね、当社、単品でも売ってる商品もあるんですけど、はい、ブレンド商品が多いということで、はい、当社の社員はすべて自分で、試食して、はい、味と食感とか香りとかを把握して開発して販売しております。ブレンドして、はい、はあ、何か漢方薬をこうブレンドしてるような、そんな感覚に近いですかね。やっぱ穀物でやっぱどこの世界中どこの国行っても絶対タンパク源、主食なんですね。穀物を食べてないと生きていけない方が世界中の人口のほぼの方なんで、うちで毎日10釜ぐらい炊いて、はい、主食テストをさせていただいております。社内で社員さんが毎日毎日こう試食テストされて、はい、ブレンドテストして、はい、食感と味を確かめて、そうです、開発のはブレンドとか試食 の、うん、あの新商品のテストをして、で品質管理の方は既存の商品の、既存商品のクオリティが一定になっているかどうか、はい、なるほど。その中で海外にもですね、はい、たくさんあちらこちらの国に輸出されていると伺いました、はい、どういった国、何カ国ぐらい、今ね18カ国、もう世界中
バラバラですけどもね、ヨーロッパ、アメリカ、はい、アジア、はい、中東、オセアニア、日本のこの雑穀ブレンド米っていうのが海外で人気、その理由っていうのは何なんでしょうか。もともと海外って雑穀ブレンドを食べる文化ってあまりなかった。はい、おかゆとかはね一部中国であったんですよ、うんうんうん、ただ日本の女性はこういうものを食べて、うんうん、綺麗で色白であって美肌であっていいスタイルをしているっていうのを、特にアジアの方は日本の映画とかドラマをよく見てるみたいで、その憧れもあってこれを食べてると綺麗になるんじゃないかなというイメージがかなり浸透してきまして、それでアジア中心に売れておりますし、まあアメリカはアメリカでまたこういう食事を食べるといいですよって説明するとね、アメリカの方結構素直で結構すぐ受け入れてくれてリピーターになってくる、うん、だからサンフランシスコとかあのサンノゼのシリコンバレーとか、はいはい、あの辺の方々はリピーターですごい買ってくれますね。それは商社経営で販売してるのか通販とかで 直販売してるのは どちらなんでしょうか。基本的に日本の商社経由で販売しております。はい、なるほどなるほど。一方でその今自社ブランドで自社通販でも、はい、販売チャンネルを開拓を構築しておられる、はい、そこをどんどん増やしていかれているということなんですが、はい、それはまだ国内に対する通販。そうですね、うちの通信販売国内メインで今やっております。種商さんの経営の理念ですとか大切にしている価値観について伺いたいんですが、はい、健康シリーズで会社が健康、はい、皆も健康というフレーズが目に留まりました、はい、このあたりぜひ聞かせてください。はい、まあ、当社はもともと穀物の原料卸だったんですけども、はいはい、やはりそれをどうやったら売れるかね、どうやったら皆さんに喜んでもらえるかを考えると、やっぱり健康志向の商品、うんね、体にいい商品じゃないとやっぱり最終的に売れないということで、うん、まあ、お客様が健康になれる、うん、そして美味しい商品を開発しようというコンセプトで商品開発をしております。なるほど。皆さんが健康になって、そうすると、ね、会社も健康になるんで、うん、いいことかなと思っております。なるほど。会社も健康というのはある意味財務体質的にも、そうですね、社員さんの働きがい的にも健康で、はいはい、それはお客様が健康になった結果として会社も健康になるんだと。そうですね、はい、あ、なるほど。社員一人一人がやっぱり経営者、うん、自分がそこの部門の社長だと思って考えを持って仕事をしてほしいというのを皆さんに伝えております。自分で責任感を持って、うん、A の方法、B の方法、C の方法判断するときがいっぱいあると思うんですけど、はい、自分で判断してと、はい、自分で判断して、うん、間違ってもいいから、うん、間違ったらまた戻ってまた次の方法をやればいいと。なるほど。というふうに伝えております。大量に加えて責任感というところもキーワードなんですね。やっぱり皆さんが自分で考えて、はい、いい方を選択するってことが大事なんで、はい、いっぱい失敗してもいいんですよ、はい、その失敗が次にまたつながると思うんで、はい、失敗を多くした方、人の方が最終的にいい判断ができると私は思います。